はい、皆様、年末恒例、あ、恒例なんですか、恒例なのか分かんないけど、まなぶとふみおの部屋にようこそ。ようこそ。まあね、ちょっと2020年振り返ろうかなって。そうだよね。なんか怒涛のね、はい、本当あっという間だったね。あのデビューまでが長かったね。長かったっていうか沈黙が長かった。まあ今年はね、春先からもうね、あんな状況だったので、はい、なんとも言えなかったんですけど、長かったっていうか、いろいろ個人的にというか世界的にはめちゃくちゃにいろいろなことがあったじゃないですか。ですね。はい。で、まあ、このまま特にライブもできないだろうし、ぼーっと過ごすのかななんて思っていた矢先に、ね、矢先にまさかまたちょっと後でゆっくり話しましょう。まさかのこういう事態に。はい、まあ、まずね、お疲れ様でしたということで、はい、じゃあお疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。スタッフもお疲れ様でした。お疲れ様です。春先から、はい、振り返ってみよう。振り返ってみましょうということで、とりあえず1月から4月までは沈黙ですよ。世の中の動向を、世の中が沈黙、見てましたよね。はい、はい、見て、あ、こりゃやべえぞやべえぞってなったところで、うん、タンクエンターテインメントですよ。まさかのお誘いが来て、ちかちゃんという方ね、ちか、はい、ちゃんさんに、はい、あの出てもらえませんかっていきなり言われたんですよ、うん、え、私一人で出るんですか。そうだね。私弾き語りとかはできるかもしれないけど、はい、それを録音したりする機能は全くないよっていう、うん、ちょっとふみおさん呼んでくるって言って。そう、結局呼ばれたんだよね。そう、まなぶふみおとして出るんだったらいいですかって言って、うん、いいですよって話になったんです。もともとその一人でっていう発案はりゅうくん、はい、おばさんずりばオーバーザサンズリバーのリュウ君の発案だったらしくて、はい、私に何をさせるつもりだったのかっていうのがすごいあったんですけど、はいはい、まあこっちが2人になったら向こうもということで、結局オーバーザサンズリバーそうユニット対決になっちゃって、はい。ね、音楽的には結構近くにいる人たちなんですけど、そうですね、はい、直接こう何かしらそういう番組とかイベントみたいなので一緒になるっていうのは初めてで、うん、はいはい、どんな風になるかなってね、楽しみでしたね。あれはなんだっけ、なんかボイスチャット、はい、なんだっけ、あれなんだっけ、忘れたけど、ボイスチャットで話しながら、アキネーターだっけ、なんか違うと、それ違う、それはあらたよ、思い浮かべるのはこれですよ。そうアキネーターじゃない、ひどいね。そうそう、で、そうで、ライブはそれぞれが自分の家で撮って、で合成して、はい、合成して、そう、まさかの紙芝居だったっていうね。私たちね、向こうすごい本気で、若者2人は本気でやって作ってきたんで、合わせてね、ライブしたのに、こちら紙芝居かっていう。そう、紙芝居だったし、なんなら私のボーカルあれ何と撮ったか分かりますか。iPad ですよ。 iPad で撮って、ふみおさんに渡して、 iPad でこうやって持っていう紙芝居があれ何やってんだろうなって、単純にレコーディングこういう風にしましたっていうアピールなのと、そうだったよね、ギターも弾いてもいないのにギターを持ってるっていうね、うん、そう、あとちょっと、まあ、周辺ではね、はい、生足紙芝居って言われて不本意な結果に終わるっていうね、ちょっと不思議なね、不思議ですね、貫禄を見せる紙芝居ライブを。そう、紙芝居ライブ良かったよね、はい、一応演奏はしてるんですよ、ちゃんと、はい、演奏、俺が弾いて、はい、それをまなぶさんに送って聴いてもらって、で iPad で撮る撮る演奏をイヤホンで聞いて、そう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 、音っていうか僕の声は、うん、だから要は家ではアカペラなわけですよね。すごい、だ誰かがいたらめっちゃ恥ずかしいみたいな。っていうことで結構ね、面白い、うん、本当にこの時代ならではの、そうですね、ライブというか形のライブをすることができて面白かったですよね、うん、何演奏したっけ、全然思い出せないんだけど、あの時は甘い香りと、うん、全然記憶がないですよね。春先の記憶が全くないね。正直ね、うん、むしろ記憶からなくしたい出来事の方ばっかりだったと思いません、皆さん。そう、そこが始まりですもんね、今のね、うん、今年のね、そうです、記憶喪失になった方が一層気が楽な出来事が。そう、今年はまなぶさんの浄化の年だったから、いろいろね、そうですね、プライベートもいろいろありまして、プライベートはすごかったですよ、はい、本当に積年の恨みでもあるんじゃないかぐらい の、はい、水漏れが起きまして、水漏れ、ね、天井が落ちるって聞いたことないで
ね、ある日天井が落ちてきたっていう、そう曲が書けそうですね。ある日天井が落ちるっていう、ね、衝撃で忘れらんない、真夏だ、はい、まだ夏お盆過ぎたばっかりぐらいの時だったので、うんうん、そうですね、はい、あのこれが真冬だったらどんなに切なかったかとかいろいろ考えましたね。そうですよね、はい、そんなさなかですよ、はい、突然ねなんか沈黙を破って、はい、私が、はい、3ヶ月連続リリースしますっていう、はい、私本当にね最初はねバカなのって何突然言い始めたの、ついに3ヶ月連続リリースしますさらにオンラインでライブをしますと何を言ってんだって話ですよね。そうです、9月の中頃ぐらいでしたっけ、急にあの LINE でそういう通達が来て、うん、この人は次に頭がおかしくなったコロナでねちょっとねなんか脳やられちゃったかなみたいなね、うん、なんかね無理しようと思った今年何もしてないっていうことに気づいてこの前個人的にいろいろやってたじゃないですか、いろんなお手伝い、お手伝いはしてますけど、まあまあまあ自分のために、ね、自身の作品を残してない、ライブもしてないし、うんうん、ねえ、うん、ほら去年まで沖縄行ったりとか福岡行ったりとか、はい、ライブをコンスタントにやってて、そうですね、まあ、それ曲作りしながらいろんなところでライブやって、うん、それからちょっとねこの作品としてまとめるとこまでいかなかったんですよ。そう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 、あの個人的感情でお前のせいかって話なんですけどいや、あの忙しいのも分かってたのでこちらからは何も言わないっていう、ね、はい、そうなんですよね。そういうのが暗黙のルール的なところが私の中にあって、 そしたら急に3ヶ月連続リリース、そう、私のマインドがボコボコの時にまさか追い打ちをかけるからぐさっとあのいい療法、そうそう、ショック療法、そうセラピーショックセラピーかなと思って、本当ね時間なかったのはなかったんだよね、はい、時間がなかったない中で、ない中でこれ本当に告知したらもう後に戻れないけど大丈夫なのって私は実践会ぐらい言ったそうだね、 LINE って本当に大丈夫本当に大丈夫なのみたいな形で言ってたけど、その、ね、楽曲自体はもう元々ライブでもやってたりとか、うん、はいはい、あのこなれた楽曲ではあったので、そうなんだよね、曲自体はねできてたから、そうだ、そうだ、そこの話、曲ができてて、そうそうそう、うん、ただやっぱその今までデモで作ったりとかライブ用のオケで作ってるけれども、 そのままでは出せないので、はい、どうしようどうしようという悩みつく、まあ、とりあえず写真を撮るぞと何もできてないんですよ、何もできないけど、とりあえずあのカメラマンスケジュールもあるから、うん、あのロイさんお世話になりました、ロイさんありがとう、本当にありがとう、あのね苦行ね1日で3パターンもう1個撮ってもいいみたいなそうですよね、朝まで撮ろうかみたいな、そう、あれもすごかったなと思って、今朝5時からねぐらいに集まって都内某所の屋上で、そう、夜明けを待ち、夜明けを待ちで撮影をして、まあ、先にビジュアルイメージだけできた、そう、でもビジュアルイメージがあったから加速した、ああそうそう、なおけもさ、うん、前はそのデモをちょっと磨き上げるっていう感じでやるっていう話だったけど、はい、途中いろいろこう変わってた、うん、そうなんですよねいろいろ変わって、そうで、それができたのがあのファーストシングル、そうこれですね、はい、おう、これですね、今ちょっと、ね、あのバンって出ます、あとでバンってねバンって出ますこれね、はい、ちょっと本当そうですね、やっぱこのねビジュアル決まった時に、うん、なんか加速した、あー加速し、よかったなんかそれでこれだと思う、ビジュアル先行で出来上がったのがあのサウンドなんですよねそう、だから結局のところもともとのベースを磨いたのは確かなんですけど、だいぶ違いますよね、そうなんですよ、まあちょっとそのね、うん、で今回は、はい、バンドキャンプというところで販売と、うん、リリックビデオ、はい、ちょっとね洋楽意識派なんで、そうアリアナグランデ、アリアナグランデでなんで私たちが、はい、まずはリリックビデオでリリースみたいなことをやろうっていうことで、うん、3曲ともリリックビデオを作りましょうって話で、はい、まあ、ちょっとそれ流しながらね流しましょうか、やりましょうかね、あでもねこれ本当にあのこのベースラインと、はい、そのスネア、はい、キックスネア、はい、で全てガッと固まった感じがすごいね、割とねギリギリでこのベースラインが分かんだの、分かる最初と違うでしょ、はい、デモと最初と違うし、なんならそれリリースの1週間ぐらい前だった割とギリギリだったね、割とギリギリで、そうボーカルは先に撮ってたからいかようにもなったんだけど、そうなんですよ、
ボーカルはこれも何テイクも撮ってるもんね。そう撮ってて、はい、一番いいところをちょっといただいて、はい、逆にちょっとねこれあのほらオリジナルズの時とも上手に歌えてるんですよ、はい、あカバーのね、はい、カバーの方があの、うん、荒っぽい感じがちょっとまあデビューっぽくて、はい、いいなと思いましてね。そうなんですよ。でこれねあのちょっとさっきもう出ちゃったんですけど大事、ああ大事ね、大事をねちょっとあの、うん、イラストレターのヒゲタさんという方に、そうヒゲタさんあれでさあの最高の夏にしようねティーでおなじみのヒゲタさんにね、はい、ヒゲタさんにね、ヒゲタさんにそう、はい、書いていただいてあれもね一つ の, あの加速する要因だった。あれやばいの来たって言ってなんかねあれあの文字見た時にそうあこれやばいってなっなりましたよね。確かにその創作意欲じゃないですけど、うん、曲のイメージはこの文字にあるんじゃないかぐらいの、もともとね「かどわかされて」って言った瞬間に笑いが起こるこの曲だったんだけど、実際ねこのライブで「新曲ですかどわかされて」と「ナイト」だけでどうって笑うあれ何なんですかね、わからないですよ。あのね某劇団の北村さん、はいとか福岡で見た時に、うん、曲名のインパクトが強すぎて歌詞が入ってこなかったんですよ。そりゃそうだ言われてしまう始末。そうなんですよ。ただねそのタイトルに沿ったじゃないですけど、はい、うん、逆にこう近づいていったじゃないですけど、うん、あれは本当秀逸な、うん、ねえ、ね、その曲まあ他のビジュアルイメージと重なってこれができたっていうのはすごくあって、うんうん、でもこういざリリースしてみると、うん、あれですよね80年代だよね。そうそんな意識全くなくて、まあ、でももともとね、まあ、インスパイアなんで私たちのね全てがもともとのデモはもう完全にビリー・ジーンだったんだよね。ああそうですね、あのね、はい、そうあのなんていうのでみたいな、そうです、ね、ベースで始まるようなこう、はい、でね、まあ、私すごい打足になるかもしれないです。倉木麻衣のダンシングとかも話します。ダンシングでであそこ行くのかなってちょっと思ったんですけど、行きません。そう、まあでもやっぱそのままだと80年代そのままはやっぱり、はい、今2020年なんで、そうですね、令和なんで、はい、もうちょっとねやっぱソリッドにしたということでこのサウンドになったわけですけど、硬い、いい感じで硬いですよね。ゴリッゴリですよ。ゴリですよね。あといつもねこんな音圧上げないんですよ私。なんでですか。なんで。やっぱねダンスものはこれぐらいないとインパクトないんだよね。はい、まあまあそうだよね。そうそうそう。うんうんうん、なんでねジャンルレスだし。うん、もうなんて言ったらいいんですか、得体が知れないからすごいじゃないですか。そう、やっぱでもやっぱファーストには一番いいシングルだったと。そう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 、私たちこれですみたいなのすごいあのキャッチーな、はい、あの大事、はい、キャッチーなタイトル、はい、それにソリッドなサウンドでっていう。そうですね、すごいあの新宿感、これは歌舞伎町ですよ、うん、これはねちょっとあの写真の方に選んでもらったんですけど、うん、これはねあの三部作第1弾のストーリーがこの裏ストーリーが ね、 そうなんですね、実はあるんですけれども、はい、はい、あの私が衝動的に書いた詩を衝動的に私そうですね。そしたらねあの衝動的に書いてきたんです曲がね。そうね、これ結構早くできたんだよね。そう、なんという間にデモが結構早くできて、うん、あじゃあもうできた瞬間にこれをシングルにしようってのだけは決まってた。そうこれはもう1枚目だろうみたいな感じではずっと ね、 ね、言ってたのが、そうそう、1年ちょっと経ってしまいまして。そうですね、まあそれでも、はい、よかったね、デビューできて。できたね、よかったね。割とみんなちゃんとね買っていただいたりとか、YouTube もね、なんか今ですね、何回なんですか、632回ね、新人アーティストの割には頑張ってると思うんですよ。そうだよ、何の宣伝もしてないんですよ。そうTwitter で出たよしか言ってないのに、 YouTube 広告でも打ってみる。割とね、まあ、これね、これ大事ね、はい、はい、びっくりするほどね、あれ高額請求くるんですよ。あ、そうなんですか、ね、そうですよ、うっかり無料で入ったら。あ、ビール飲みます。はい、あ、じゃあいただいていいですか。すいませんね、本当にいいデビューの仕方だったんじゃないですかね。割とやっぱりファーストのやっぱりなんていうのか、まあちょっとあの反響、はい、もうご祝儀的な反響もあると思うんですよ、やっと出たぞあいつら。ああそうですね、デルデル詐欺何年目だって話だから。デルデル詐欺はもう多分3年目ぐらいなんですよ。あのライブのたびにアルバムを作りますって言い続けて、で結局いつになったら出るんですかって言われ始めて。でもこれね、あの洋楽オマージュなんですよ。
あ、そうだよね、洋楽アーティストあるある、そうそう、ある来年出るらしいで出るのか本当にって言われて、そうそう、出るのか出んのかねって言って、シングルだけ打ったけどいきなりまた出ないとか危ない危ないそれね、それ危ないやつ、そこはインスパイアしないようにしないね、なので、うん、まあとりあえず日の目を見て、あの皆さんにこういう人たちです、はい、私はっていう、私たちはっていう名刺としてはバッチリじゃないですか、自画自賛ですけど、インパクトあったと思いますよ、はい、なんでね、まだ聞いてない方は心して聞いてみてください、いろいろキャッチーなんですけど、なぜか口ずさめないと思うんでこれねメロディー難しいよねすごいキャッチーなんですよね、うん、なんですけど口ずさめないと思います、うん、私ね、昼間働いてたりするんですけど、はい、聞いてくれたんですよね、はい、すごいキラキラしてる曲なのに、うん、なんでだろう、歌えないんだよねって一緒に口ずさめない曲そうナンバーワンです、一緒に口ずさめないっていうのは、はい、また引っかかりとしてはいいのかなと思いながら、割と奇跡の一曲だと思います、そうです、なんて言ったらいいのこれは、うん、ビギナーズラックラックなのかななんでね、何度聞いてもいろいろな発見があるんじゃないでしょうか、うん、リスナーの噛み締めていただいて、自分的にはイントロのベースでも満足、あ、そうですよね、うん、あれこそ出落ちだよね、デンデンデレン、もうそれだけで満足過去最高に低音が出てるあれね、すごいよね見えない低音がね、すごい、うん、あれはねちょっといいオーディオとか、うん、いい環境があったらぜひそれで聞いてもらいたいですね、プリプリだもんね、はい、やっぱその今の、うん、今のこの情勢と照らし合わせると、うん、やっぱ今ってすごいんですよ、低音がね、低音がすごい割れてんじゃねえかぐらい入ってるから、はい、どんだけ低音にこう要素をガッツリ詰め込んでいて、ね、そうだよね、洋楽すごいよね、洋楽はもうね低音で成り立ってるから、そうこんなに突っ込んでどうすんのっていう、文雄さんもやっぱそこら辺かなりもともと意識を随分されてるんだろうなと思って、今回は研究しました本当に低音出すの難しくて、試しに他の例えば今一般流通してるような曲と並べて聴いてもらうと分かるよね、うんうん、日本の音楽っていうか今流れてるような曲と照らし合わせると明らかに低音がズブズブなんですよ、うん、でも洋楽はマットって言ってるから何だろうこれっていうね、何がっていうところありますよね、謎です、なんでそういったところをかなり遂行に遂行を重ねて、うん、私はただ言うだけですけど、そうです、直感で、うん、前の方がいいなだよねみたいな、そういう ねだいぶ詰めになってるんじゃないかなってこれ言うの嫌だなと思いながらでも前の方がいいやって、それもね、それはね、そう、その直感当たってるんでそういろんなバージョンができてくる中で、うん、多分やっぱ香水と一緒ですよ、香水出た匂い、あドルちゃんとかパンとか今日朝聞いてましたけど聞いてんだ、香水をこう嗅いでるうちにどんどん、はい、どの匂いがいいか分かんなくなってくる感覚と多分そうそう一緒一緒、耳もね疲れてくるし合ってんのかなっていうのね、せっかくこういうユニットで一緒にやってるわけですから、うん、そうそうそう、僕はその送られてくる音を聞いて、うん、いいか悪いかって、うん、それで大事だからそう判断をさせていただいてたっていうところがあったので、そういう意味でも、うん、そのやり取りが一番多かったのはシングの中でこれで、まあそうだ ね、 そうだね、最初の一発目だから失敗できねえぞ、はい、最後にだって出来上がったのとリリース当日の朝、ね、そうそうリリース当日の朝にビデオもできたっていうの、このリリンクビデオも、ね、そうカンパケーってなって、うん、わーってなったのはいいんだけど、私は結構寝てたのに多分文雄さんは寝てないんだろうなっていうね心苦しさを感じておりました。今回リリックビデオも自分で全部やることにしたので、もう、ね、そうなんかまるでその初めて感はないというか、まるでやったことないことを見よう見まねでやって、はい、今見るとねやっぱね一番目はねいろいろ荒いまあしょうがないしょうがないですよ、それはなんだろうこの文字どんどんどんって脱線と思いながら、ね、ニコドっぽいね、ちょっとニコドっぽい、今見ると脱線と思いながらもでもこれは80年代間のダサさでいいかってことで、ここをついていくのってすごい難しいですよ、80年代をうまくこう、うん、ダサっぽくもありながらかっこよく見せるってすごい難しいから、うん、難しい、そういう意味で、もうほんとトータル、うん、トータルでうまくいったんじゃないかなと思いますよ。
うん、私もあんなこんなんで決めるか、ね、三浦さんのこれも相当ですけどこうじゃないか、こうだこうだか、こうかこうか、これはおかしいだろこれおかしいだろ何から何までこう、まあ、ご好評いただいてて、本当、うん、この曲デビュー曲にしてよかったって心から思います。これ私たちの第一章が始まりました。スタートしました。多分もう私たちもう行くしかねえと思って行くしかない次に向かうわけですけど、そんな中で、はい、一緒に、カバーライブ、ああそうそう、カバーライブね、10月は本当に鬼のようなあ、何を考えてんだろう、いろいろね、ちょっといろいろスケジュールがあって10月に全部やりましょうって話で何言ってんだよって本当は毎週アップするみたいな話をしたんだけど、さすがに編集と収録も間に合わなかったから、うん、別カバーズで4曲、うん、別々 と、うん、オリジナル曲を3曲やるっていうので、うん、5本作ったわけですけれども、そうですね、全部自分たちで手前味噌でやって、いやーすごかったね。好きな曲2曲選んでって言われて、そう分かったって言って選んだんですけど、対照的な2曲を選びましたよね2人で、ね、そう、一つ思ったんですけど、うん、多分文雄さんが選曲した方よりうんのイメージが、うん、私たちをよく知ってる人たちからずっとあると思ったんですよ。そのさっきちらっと話しましたけど、うん、某劇団の、はい、いやいやコベントガーデンクラブの、はい、北主催のね北村さんのお芝居、うんうん、ご愛席っていうものを2019年までやってて、今年はねもともとお休みの予定だったんで ね、あれだったんですけど、の中でこう北村さんが選曲する楽曲を、うんカバーするという劇中に演奏、はい、もうこのマーバーとフミオが劇中で演奏しているっていう、はい、ことなんですよね、うん、役者っていうわけではなくて、はい、BGM 兼役者でもあり、はい、エンディングも歌ってるみたいな、そうそう、よくあるほらバーでさ、うんうん、歌ってる流しの人みたいな、はいはい、あれですよ、 M で出てくるあれですよ。ああ、そうそうそう、 M の、 ギター弾いてるバーテンダーって人です。 M ってあれね、 M 今年ね話題を全てかっさらった、すごいね、いろいろかわいそうな世の中の中で唯一の希望だったんじゃないかな唯一みんなが待つ、ね、ある一部の人たちのね、あんな久々に放映時間前に待機して見る、ね、ドラマはなかったよ。最高でしたね最高、文字が飛んでったりね何の話だっけ、どうして泣いている、まあ要はそういうことですよ。あ、そうですそうです、ライブで、うん、やってずっとそれが長かったんです。2年3年、うん、やってて、それもね、うん、僕文雄さんを巻き込んだんですよ。そうだね、もう弾き語りできないからっていう理由で、はい、牧原さんの曲とか、うん、要は松任谷由実とかもそうですけど、うん、要はピアノで作ってる曲っていうのはピう、ね、ギターで変換すると、はい、うん、特に腕がないのでギター本当にうまく弾けないんでもう無理なんですよ、そもそも何これボンテンションコードみたいななっちゃうんですね、うん、でそこにまあ北村さんがこういう感じでやってほしいっていうものに近づくことができなくなってきたんです。なんだあもう無理ってなったんで、うん、あっと思って、文雄さんはもともとねお芝居見に来てくれる側の人だったんですけど、皆、うん、さんちょっとって、うん、やらない、うん、ピアノ弾いてって言ったら、うん、いいよって言っちゃったんだよね。そう断られる、やっぱ忙しい方なんで断られるかなと思ったらまさかのすぐ OK が出て、うん、いいよって言っちゃったもうそれからね北村さんにご紹介、改めてご紹介して、うん、今度から2人でやりますって言ったら、このいろいろね、うん、まさかのね、まさかのね大車輪いろいろもうあちゃこちゃね、本当にあれも急だよね、突然エンディングテーマオリジナルでやりますとか言い出しちゃって、そうあのね文雄さんそういうとこがあるんですよ、もともとあのねやれんのっていうことをやるんです、言っちゃうんですよね、ごめんねお羊座なんでお羊座ってそうなんですか、そうへえ、なんかびっくりしよう、私も結構突拍子もないこと言う方なんですけど、本当に言っちゃったよって、うんね、それで曲ができたのが1週お芝居の1週間前で、そう1週間前とか当日リハ、ね、当日リハで初めて合わせて歌うっていう、なんとかなるよなんとかなるよっつってそう演者のね女優さんとか、ね、男優さん、まあ、俳優さんたちも、うん、その日初めて聞く、そう知らないテーマソングなのにみたいな、ね、YouTube でちょっとだけ出してるのね、ちょっと2曲ほかな、はい、2曲だよね、そう
やってるんでよかったら見てください、はい、ということでライブを4曲やりました。まなぶさんは三浦春馬のナイトダイバ ー、でそのついになるのが俺のが次は何だっけ、思春期、岩崎さんの思春期、でそれのまた次が、3日目が俺か、ルビルビが、そう寺尾さんの、はい、っていうなんかこっちは渋い曲をこう選んでいって、で最後にまなぶさんが選んだのがジャガ君の It's Over です。はい、まあ、もうね面識のある、はい、ちょっとアーティストさんなんですけど、はい、すごい好きだったんですよ。なんかいろいろマッチしたんですよね。いろいろマッチしちゃった、過酷な2020年の前半中でマッチしてしまって、うん、そのライブ映像にもでも言いましたけど、うん、すぐだからジャガ君に連絡したんですよ。なんて曲作ったのってあなたみたいな、もう最高じゃんこれって言って、うん、もう携帯見せたいぐらいさ Spotify、うん、年間6位でした。あ、6位なんだ。はい、すみません、他のアーティストが1位から4位を独占してたアーティストさんがいたんで誰ですか？大橋ちっぽけって人で、はい、ロストボイってアルバム出したんで、はい、全部出演の曲だったんですけど、はいはい、そういうことです。はい、それとがなかったら2位でした。うん、はい、だからね、それで4夜やったんですよ、はい、カバーをまずやりました。はい、だいぶ私本当にね、その自分が選んだ2曲がだいぶやばいかったので、ね、ピアノで弾く曲ではないまあ打ち込みバシバシの曲なので、しかもこうどちらも最先端のそうなんです、サウンドというか、なんでこの曲歌おうと思ったんだろうって、うん、映像を撮りながらかなり辛いそうだ、ね、泣きそうになりながらやってました、ね、ただ綺麗に歌えるのは、うん、歌えるかもっと歌えたかもしれないんですけど、うん、ライブってそんなもんじゃないですか、うん、それが今の私なんだなと思って、うん、意外と歌えてなくてもいいやっていう勢いでいこうかっていう、ね、勢いでいっちゃおうかなっていうのがあって、はい、で聞かせる部分は文雄さんが選曲したところで、うん、ね、まあ、そういうことね、はい、やれるだろうと思って、はいはい、うん、だから挑戦しないといけないなっていうなんか変な使命感があったんですよ、うん、変な使命感、使命感ね、どっちも大好きな曲だし、うん、そやっぱりナイトダイバー一夜だったじゃないですか、はい、何っていう反響をすごくいただきまして、あれもやっぱりビギナーズラックというか初回だったし久々に活動を始めたぞ二人っていうのにいきなりカバーでナイトダイバーが来たってそれはびっくりする。そうですね、びっくりする。多分誰もこの二人あれを選ばないだろうと思ったと思うので、曲目をね言わなかったんですよね、当日までね、もちろんジャガ君とかにはね、うん、やるんでって、うん、言ったら聞いてねっていうふうにお伝えしてたんですけど、うん、言わない方が面白いもんね。まさかね、うん、いつ俺の曲はやるんだって思ってたと思うんですけど今日かなって見たらナイトダイバーって、そうそうそう、えっつってちょっと面白かったですね、うん、曲が攻めすぎっていう、うん、攻めてるじゃなくて攻めすぎだって言われた。そう、攻めすぎ、でもなんかこうね、いろいろまあまあ4曲やって、はい、で最後はオリジナル、まあ、それはオリジナルの日が門沸かされての発売日だったんですね、はい、発売日でしたね。うん、あの3曲、うん、めっちゃ上手に歌えたと思います。乾きっていう曲と、はい、甘い香りと門沸かされてというナイトなんですけど、今までのライブの中で一番上手に歌いました。毎回上手に歌ってもらえます。いや上手に歌えたっていうのはその時にやっぱ思ったんですよ、うん、喉が昔に比べてクパーって開くなって、うん、ステイホームで、ステイホームのおかげでうがいって大事ですね。はいはい、はい、本当にうがいって大事だなと思って、前出なかった音が出るとか、うん、こう声のセーブとかすごい前よりもしやすくなって、歌の先生の方もいらっしゃっていろいろ教えてもらったことがこうすぐこう直結するようになったんですね、うん、前はもうオリーブオイル飲まなきゃとか毎回違ったの。オリーブオイルの日もあるし、うん、蜂蜜の日もあるし、はい、
あとハテキガンの日もあるし、そうそうそう、いろいろこう組み合わせ療法してたんですけど、うん、あんまり比較的必要なかった、うんうん、のでやっぱりね健康第一、うん、そこですね。そのおかげでって言ったらなんですけど、うん、その分、はい、そのオリジナルの曲が随分、うん、なんか前よりも全然歌いやすくなってるって いやよくねできましたよ、思いましたね。はい、はいはい、てなこんなで、はいはい、門沸かされてリリースとカバーライブ4本配信ですけどね、うん、オリジナルライブ、気力体力の限界まで特に文夫さんは挑戦って感じでしたね。自分でカメラの、ね、はい、回しながら編集して、うん、さらには横で PA のあれがあったりとか、はい、そうですね、気が狂いそうでしたね、はい、お疲れ様としか言いようがない、何だったんだろうっていう、そうですね、でまあ、それで、10月は慌ただしく終わって、はい、ほっと一息つく間もなく11月のリリースが待っていたわけですよ、はい、あれですね、私たちのセカンドシングル、はい、これですね、ハンズフューチャリングジャンパク、はい、ジャンパクくんがね参加してくれてね、いい味出してるんですよ、全ておいて、ラップもそうだし、もうバイブスがすごい、もともとバイブスの強い人間というか人なので、うん、私たちとうまくこう解き合ってくれたらいいのができるんじゃないかなと。なんかね、これもね、ハンズも結局最初こんな飛ぶとか言ってなかったんですよね。なんかほんのりこうふわっという、はいはいはい、ふわっという、これだったんですよね。どうだったんでしたっけ。まあ、これもやっぱり私たちのねインスパイアという名のもとに、うん、これですね。はい、もう巷でも皆さん言われてるんですけど、はいはい、もうね、ほうほう、はい、すでに言われてて、はい、あれを公開した時に、そうですね、もうほぼ矢印そのままじゃねえかっていうね、はい、それもでも意図したものなので、そうですそうです、そうです、それをちょっと自分たちなりに消化したってところで、はい、これにたどり着いたんですよ。やっぱり TLC とかその当時の R&B って黄金期なんですよね、はい、ニュージャックスイングとかが流行って、はい、猫も杓子も跳ねたりするんでゴリゴリな感じでやってる時代で、私たちはそこの洗礼かなり受けたので、うん、洗礼受けて、実はこの曲ってだいぶ前にできてて、はい、かなり初期にできた、あれいつでしたっけ、それこそ2014、5年ですよ。あ、そんな前か、2014、5年にもうできてて、うん、でこの前いきなりデモ送ってきたじゃん、その当時の、うん、そうだそうだこんな曲だったっけ、全然違うんだよね、はい、もっと稲対曲で、そう、なんだろう、もっとねスンとした曲だった気がする、うん、デモだったよね多分、うん、そうそう、でピアノとか入ってさ、そう、全然違うんだよね、うん、でそうです、それでなんかまあいつかね形になったらねと思ったらいきなりブルーノ・マーズが出ちゃった。そうなんですよ、あれ、そのなんかデモ作った2年後ぐらいに、そう、90年代ブーム来ちゃったんですよね、そう、90年代ブームが突然来たというか、ブルーノ・マーズが24ロック、うん、カラットマジックで仕掛けてきやがって、そう、あ、先越されたっていう、こっちが先やってたんだけど、やられたよねっ ってすごいイライラしました、やべーと思って、ね、そうなんですよ、だいぶイライラしてだいぶイライラして、で、どうしようどうしようっていうか、まあまあまあいつかねって感じでやってて、そっからまた3年ぐらい3年が経ってまた急に3ヶ月連続リリースするぞみたいな、はい、セカンドに持ってきたわけです。そうだから、これももうシングルだって話だったんですよ、うん、もう曲がもうある程度原型があったので、最初はねラップが入るとか特になかったんだけど、やっぱりいるよねっていう話で、うん、ジャンパク君にお願いしてね、ご協力いただいて、リリックと、はい、初演は沖縄だったんですよ。そうだね、そう、ご本人ちょっとテープで流したんですけど、はい、沖縄だから2年前ですね。そう、2年前です、2028年の沖縄ライブで、2028年、うん、2018年、そう、2018年ですね、沖縄ライブで初めて披露して、はい、でその後また沈黙し、沈黙してちょっと寝かせて熟成をかけて、はい、そうで、ラップは撮っていたんだけど改めて撮り直したんだよね。そうだね、だからボーカルもそうじゃない、そう、ボーカルも撮り直してる、撮り直して今の自分で、今のっていうことで、今の私たちの声で、うん、あ、私の声で、オケモンね、そう、
今日もだいぶ変わりましたね。だいぶ変えたよね、はい、もうあれもね、あの出だしのあのあれができただけでもう満足なんですよそのままじゃねえかって言われたんですけどまあまあまあいいんじゃないですか。だってあんな始まりの曲ばっかりだったもんね、うん、先越されたって言っときながらお前らインスパイアすんのかよっていうねいやそれ仕返さないとね。そうそう、仕返してかもんそのままみたいな本当はもうちょっと荘厳な感じの始まりだったんですよ、ね、そう全然違ったんですよね、うん、あれね、あの沖縄でやったバージョンって言ってもほとんど多分覚えてる方いないと思う、うん、最初ちょっとゆったり始まって、うん、あのボコーダーで始まるっていうのがもう全カット、はい、もういきなり頭歌みたいなそのやっぱりその展開も今を意識したものですからね。そうそう、今ねイントロ短いんでどんどん、はい、あのい長いイントロカットみたいな、うん、でこれもやっぱその、ね、10月にジャケットを撮ってたんですけど、はい、まあ、ジャンパク君はすごく綺麗なジャンプをして、ね、ほんとね、隣の40代はもうほんとヒーヒー言いながらまさかのノリノリでこう飛んでくださったので。そうなんですよ、なんかでも私たちもうあのここがねちょっとこうやっぱねそうやって考えるとジャンパク君はねやっぱ若さがまだありますよ。こんな足が綺麗に、ちょっとこれね別の写真があるんで、はいはい、元の写真がこれです。元の写真あるんですけどすごい綺麗に飛ばれてて、ね、ほんとね足が綺麗、うん、本当に必死ですよこの2人そう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 、あのやっぱちょっとね飛距離が少ないっていうか、うん、やばいね。これもね衣装ね2人で、そうこの40代の男性2人が下北沢の、はい、下北沢行って古着屋巡りして一番やばい服買おうっていうので、うん、やばいの買おう。これを写真だとね黄色なんですけど、これもうちょっとねあのゴールドの感じなんですよ。あの普段着では着れないよね。普段着ではなかなか着づらいですね、うん、で私もなんかこのこれはいいよね、本当によくこんなの逆に売ってるよねと思って、これねアマゾンで買いました。あ、これアマゾンで買ったの。アマゾンで今も売ってると思います。本当今日ねちょっと一緒の帽子も被ってます。めちゃめちゃナインティーズですよね、はい、同じ帽子で今日いますけど、うんうん、金ネックレスなんてね初めてしたよ、ね、本当に俺も40何年生きてきて初めてね、びっくりした。もうちょっと予算があったらね本当にこうヒップホップのじゃら、ああもうそうなんですけど、めっちゃ高いんですよ。ただめちゃ高いし、あのやっぱ普段使いできるものにお金をかけたいなっていう貧乏心が働いて、そうですね、そうですよ。本当は予算がもうちょっと潤沢でしたら、あの、うん、ここ本当でっかいベルトとかしたかったんですよ。ああまあまあね、ベルトしてここがじゃらみたいな。なんなら葉巻きそうですとかね、何回飛んだっけ、もうね、もう10回20回平気で飛んで、相当飛んでるよね。それね、付き合っていただいたジャンパク君、まずありがとう。ありがとうございます。この場を借りて御礼申し上げます。本当です。ね、で楽曲もこれはね、もう聞いたらこれはもう何のひねりがないので。そうなんですよ。ある意味。もうオケヒブーム再来かと言われたこの。うん、なんかあの楽曲云々よりもオケヒすげえ。そう、オケヒ。オケヒがすごいと。そっちなんだみたいな。うん、多分その。人たちっていうのはそのニュージャックスイングがオケヒの嵐だったことを知らない世代かもしれないので、はい、そうですよ、ツーミックスかこれかぐらいって言ってたんで何やかん言ったらジャンって言ってるし、そうなんで、あのしかもねオケヒとメロディーが一緒っていうのもなかなか実はなくて、うん、そうユニゾンなんですよね。テレレレレレレあれはね、うん、いや僕すごいやっぱり耳なじみのある、うん、あの世界なので、うん、ただああいうどんなにやっぱな曲でも私がこう元気よく歌おうが何しようがこうなるんだなっていう、うん、締めっぽいですよね。はい、締めっぽいあの声の質は結構ざら、はい、ついてるというかハスキーな方なのに締めってるんですよね。そうなんですよね。ちょっとまたこれも見ながらやりましょうかね、はいはい、これもまたねリリックビデオ作りまして、はい、これもね本当あのリリース直前に私が撮影しに行くといういや私も できるまで、うん、どういう感じなのかわからないで待ってる感じなのでそしたらいきなり「え謝罪動画?」みたいなこれもねちょっとこのイントロの、ね、ささやきとかはね、うんうん、やっぱジャンパク君のそうアイデアをいただいて、うん、もうガンガンジャンパク君がこう、うん、煽っていく感じがするっていうか、あれそこすごい悩んだんだよね、うん、
いいあの2人だけじゃ思いつかないことをエッセンスをくれたの で、はい、非常にありがたかったですね。でももったいないっちゃもったいないよね。もっとなんか言ってもらった方がよかった。いやいやいや、これだけで十分ですよ。でこれね、あのリリックビデオはあの新宿の夜景をお楽しみくださいということで、あの、うん、これどこ街道これね、青梅街道弱で甲州街道です。なるほど。あ、そうだよね、だってさ、八王子って書いてたの。そう、あの元々は1曲目、門分かされては歌舞伎町が舞台なんですよ、うんうん、はいはい。でまあ、なんやこんやあって、あのちょっと移動するっていう2曲目、うん、西へ向かっていくんですよね、はい、これね大変だったんですよ。あの車ね、一人でカメラを積んで、うん、一人で運転して、はいはい、気がつくとカメラがこっち向いてたりとか上にたまにこうなってる。そうそう、ちょっとってこうでもね、すごい、それがまたね、なんかいいスピード感が出てキュイッてなるんだよ。そうなんですよ、これ本当大変でした。こんな大変なの、ね、と思って一人でやるのってそう言ってくれれば隣に乗ってとりあえず抑えるぐらいにしたのにって僕はあんま時間がなくてですね、あのサウンドに結構凝りすぎちゃってこれも随分だよね、随分だよねっていうか随分そう、あのなかなかあの感想にあるボコーダーパートができなくて、はい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 、全然降りてこなくて、これだ、ね、あ、八王子に行くのかなっていう、そう、ここ八王子、ああ、はいはい、あの甲州街道ね、はい、このまま行くと、八王子行っちゃうよ、あの高井戸とか、はい、八王子行っちゃうよみたいな感じ、ね、はいはい、そうね、あでもあ、え、速度行くの曲がっちゃうんですね、あれなんで速度行くのみたいな、はいはい、なんですよ、はい、突然ね東中野方面にか曲がっちゃうねっていう、そう、いやでもほんとねこれもね、たくさんの人が聞いてくれてて、これ最初の反響が一番、これインパクト強かったです ねやっぱりね、まあジャケから始まって、ジャケのインパクトもね、はい、やっぱ出した瞬間にわーっていういろん良くも悪くもなんでしょうけど、うん、そう、一番面白かったコメントは横山喜一かよっていうのが面白かったですね。わかる。横山喜一なんだと思う。久々にその名前聞いてね、わーっと思っちゃった。横山喜一も確かにその当時の R&B とかすごい影響されてる感があったんですけど、はい、声が似てるとも思わないし、はい、なんかこのコーラスワークがっていうふうにその方はおっしゃってましたね。そうだね。うん。うん、ヒャン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 言ってますね、もうあのこっちの方はメロディーは単純というか、ね、ストレートなので、これみんなで合唱できる感じ、そう取り戻そう、はい、もうエンディングなんですけど、はい、もう全然八王子が行かず、そう東中野方面に向かって終わるというっていうね、はい、結局新宿だ中野だみたいな感じなわけですけど、そうなんかもう最後はあのこれフェイクも突然、うんうん、その場で、うん、入れちゃおうって言って入れたんですけど、うん、戻ってきてお願いって言ってるだけなんでそう、これもね、なんかあの僕こんなとこ何言ってんのって話なんですけど、あちゃんと字幕を入れたんですよ、ね、だから Do you hold my hand ですよね、手を握ってくれる、そう手を握ってくれる、だあの呪詛ですよ歌詞でもみんなね呪詛をね何度もあのこれね再生がね491、あーすごい、もうすぐ500回再生、うん、ね、なかなかね今そこまでこう何皆さん興味を持ってき、ね、うん、あの接してくれるってなかなかないんで、うん、嬉しいですね。いやもうハンズは本当ジャケ出した瞬間にザワッとしてで実際の曲が慣れた瞬間にザワッと、うん、おけひみたいなのその瞬間瞬間のインパクトがすごい強かったんじゃないですか。でリリックビデオ見たらん中野みたいな中野ちゃん、でもね誰もニュージャックスイングって言ってくれなかった、ね、そう、まあ、これで、ね、もう制作秘話っていうことで今だから言うんですけど、もう完全にティディライなんですよ。あ、そうそうそう、ね、90年代初頭にかなり名を馳せたティディライリーさん、ニュージャックスイングの提唱者、始祖みたいな、始祖、そう、うん、80年代後半でね大好きなんでね、キーススウェットとかさ、はい、ガイとかでブレイクしてさ、そうそのエッセンスをねかなり散りばめてて、はい、聞く人が聞いたら、はい、はい、そうそう、あの
ね、名前は出さないですけど韓国で結構音楽をやってる方と、はい、こう SNS とかでお知り合いになって、はい、あれすごく面白かったですってこれ、うん、これあのこの時代にガチガチのニュージャックスイングやるんですねっていうお話をいただいて、うん、その方は日本語が堪能な方なので、はいはいはい、もうすごく面白かったですって、うん、いや素晴らしいねワールドワイドで言っていただいてインスタライブやってて、はいはいはい、そのたまたま見に行ったんですよ、うん、そしたら自分がほら見に行ったのかじゃないですか、ああどうもこんにちはこんばんはかな忘れましたけど、うん、いやすごくよ面白く聞かせていただきました、うん、って言って、はいはい、韓国の人好きなんですよニュージャックスイング。どうなんでしょうね。だってテリー・ライリーもね、うん、韓国時代とか ね、日本をすっ飛ばして、びっくりしますよ。そうなんで、韓国の人もしね、ニュージャックスイング好きだったら私たちもこれ聞いてくださいよ。今ここで言って伝わる？伝わる？そうらしいですよ。なんか90年代、うん、同じような時期にやっぱり流行ったんですって、うんまあそうだね、ニュージャックスイング歌謡が、うん、歌謡そうそうそうやっぱ歌謡なんです、うん、なんですってだから好きな人多いんですよって言ってて、うん、まあこれもやっぱドニュージャックスイングしちゃうと、はい、ただの真似になっちゃうので、まあ、今風なところも入れつつ、はい、そうね、好きなことをやった そこはやっぱりそのエッセンスだったり骨組みはその時なんですけど、うん、音処理がやっぱ今なんですよね。そうなんですね、うん、こんなにねボトムやっぱりズドンズドンやるっていうのは、うん、その当時はもっと軽いんですよね、うん、パチパチってる、ね、パチパチ言ってて、うん、そこがやっぱり今だし、うん、そう、うん、ボーカルの処理にしても、うん、あれですよね、そのなんて言うんだろう、サウンドにこう、うん、うまくこう、うん、なんて抑えめでありながら出てる感じの、はいはい、感じっていうのは今なのかなと思いましたね、うん、そうということで、まあ、セカンドシングルも無事、はい、出て出た出てその日にその日に実はそうだね、もうこれをねもう忘れたいライブやりましたねあるかな、あ今ちょっとここにいないんですけど、はい、まさかのコラボレーションライブをファ、はい、ンズの、ね、発売日当日に、はい、やってセクシーミュージックステーションセクシーいらないじゃないですかただ下ネタを言い続けるっていうライブイベントサタデーラジオフィーバーさんと、ライドフィーバーさんと、ね、まさかのコラボレーション、みんながハテナがえっていう、なんでそこそこ私たちなんだっていう、そう、ん？なんでこの2つみたいな、そうだからあれはもうある種伝説で、はい、一つ良かった点があったとしたら、うん、あの場限りだったってことですね、そうですね、収録も配信も一切なし、なし、でそのサタデーラジオフィーバーの皆さんがやってる普段のことを、はい、もうとんでもないミスマッチである私たちが出て言いたいことだけ言ってライブをやってっていうところにこうミスがミソというかだったんでしょうけど、お客様もねこういうご時世でありながら来ていただいて、そうちょっとディスタンスと保って、ディスタンスすごい保って、ああ今のライブってこういう感じなんだと思って、すごいお客さんがやっぱりこうすごい距離を取ってこう取ってみんなチーって座ってるので声も出せないからずっとこうねねってねっ て, ねってそうなんですよ、そのずっとチーってなってる前に私たちはお気比をシャン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 ってやってたんです。初めての感覚でした。うん、角分かされてトゥナイト T シャツを着てって、うん、ね、あれかわいいって言ってくれた人いたんですけど買いたいとまではいかなかったんでもう売るしかない、売るんだ、売りましょう、売るの、はい、ちょっと書いたヒゲタさんと話をしていきましょうヒゲタさんね、いくらでやるあ、そうだね、ヒゲタさんにお願いしてみようよ、何パーで分けるみたいな、あ、またお金の話になっちゃった、ね、ついついお金の話になっちゃった、気をつけないとねただね、あれだけ素敵なロゴというかタイトルデザインしていただいてるので、うん、いやインパクトあるよ、角分かされてって言葉をね、うん、なかなか聞かないから、はい、そうそう、うん、余談なんですけど、はい、私の会社のね、はい、先輩が朝礼で、うんうん、皆さん角分かされてって言葉知ってますかっていきなりいい話だね、うん、いい話だね、私は
とある人が出した「角沸かされてトゥナイト」って曲があるんですけども それで初めて知ったんですよ。それさ、はい、曲名検索したら出てくるんでしょ。はい、曲名検索しちゃったら出てきちゃうじゃん。はい、だからそれでまあひょんなことから私が歌を歌ってるというのが分かって、はい、でまあそうなんですよ実は、うん、なんて言って「角沸かされてトゥナイト」って「角沸かされて」ってみたいな。やっぱなるわけです。なりますよ、うん、みんななるもん。それで、うん、朝礼でいきなりそれを言って、私はただひたすら油汗を流すだけっていう、ね、俺のことかそう、一生忘れられない朝礼になりましたっていう。いい話だね。いい話です。だから結構皆さんやっぱりこう耳を傾けてくださる方がいて、はい、大変嬉しく思っております、はい、本当にちょっとずつこうね裾野が広がってるんじゃないかなと思って、うん、はい、ということでですね、はい、そのセクシーミュージックステーションも無事終わり、11月が終わり、ほっとした間もなく、そうです、はいね、この前で、あ、この前リリースしたあれですよ、はい、あれハッピーバースデーあれって言うなって話だよね。これですね、はい、これね、はい、ちょっとね、皆さん朝5時に撮りました、はい、東京某所で爽やかだよね、爽やか、まあ、これはコンセプトね、最初から伝えていて、はい、カメラマンさんには、はい、透明感、そう、透明感ひたすら透明感、このね、うん、よそじの水の甘いも嗅ぎ分けちゃった男2人をどう透明感で表現するんだって思いましたよね。若い20代の女優の透明感写真をいっぱい探してきて、これですっていうのを新宿西口のシズラーで見せるという、えって言ってましたよね、これっていろいろね、うん、案があったんですけど、いろいろあった中でちょっとね、あまりにも際どい、ね、ネタもあったんですけど、そうだね、これちょっとね社会的にダメだろうって話でこれに落ち着いたんです、うん、透明感あふれる、うん、あの幸せな曲なんでってことで、そう、幸せな曲ってあんまりないじゃない、あんまりってほぼないです、ほぼないじゃないですかほぼないです、この曲は本当に貴重な幸せな曲なの で、はい、でこれはねツイッターにも書いたんですけど、もともと学ぶと文をや始める前に、はい、ボイスドラマのエンディングをちょっと作っていて、はい、学ぶさんに、うん、歌ってみるみたいな話になっていいよって話で、うん、そこがきっかけなんですよね。だってさ、前の歌声なんか聞いたことなかったでしょ。そう、なんで頼んだかがちょっとね記憶からないんですよ多分なんですけど、いろいろその時にちょうど40歳になったので、うん、あ、そうそうそう、ソロアルバム作りてってとりあえず酔っ払いながら言ってたんですよ、うん、それもあってだね、うん、もともとベーシストしか認識がないから、もともとベーシストだし、そう、 なんでそんな話なんだなったんだっけと思って、そう、ソロアルバム作りたいって叫んでたんですよ、うん、いろんな酒場で、そう、40代40のね40周年記念で、ね、ソロアルバム作りたいって言ってたんだけど、誰もほとんど私の歌声など聞いたことがない中で文雄さんはよく私を誘ったなと思ったわけですよね、こうすくい上げちゃったよね。なんまあ成功だったでしょまあ楽しい思いをさせてもらってます好き勝手さ、もうやりたいことやってさそこでね、文雄さんは私を誘ったっていうのがある一種運命だったので、運命だし無理難題にいつも付き合ってもらってて本当ごめんなさい、お互い様ですけどね私もその音楽的なもう窮地に立たされた時に、うん、必ず巻き込んでたんでそうなんです。でまあその積み重ねじゃないですか。そうですね、うん、その積み重ねがでこうデビューしたので、うん、新人ではあるんですけど、ここまでは 6、うん、6年かかってるんで、そうなんですよ、そう、裏方をやりながらね、裏方とライブドサ回りを、ドサ回りだから、もともとこの曲は2014年に作った曲なので、うん、まあ、いつかねっていう、一回形にはなってはいるんですけど、うん、なってます、なってるけれども、改めてっていうことで、また私が突拍子もなくコーラスを呼びますんでっていう、そう、これもね紆余曲折ある曲なので、はい、アレンジが2パターン2パターンぐらい変わってるんですよ、あるんですよね、1回ライブで突然自分が
超キーを変えようって話になって、そう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 、アンニュイバージョンがあるんですよね、うん、ライブでずっとやってる皆さん結構聞いてもらってるのは、うん、アンニュイバージョンなんですよ、ハッピーバースデー、うん、めでたい曲なのに幸せな曲なのにアンニュイバージョン、そうだね、まあ自分の声も考慮してもらってるのかもしれないけど結構寂しい歌い出しから始まって、そうなんですよ、もともと A フラットメジャーなのに、うん、あれは、D フラットメジャーに落とし変えていって、そうなん、うん、ちょっとふんわりした曲になっていたんですけれども、やっぱりここは元に戻そうと、そうオリジナルバージョンをブラッシュアップしようってことで、うん、そうですね、そうでパッと浮かんだのがコーラスっていうコーラスとか入れたらいいんじゃないかなみたいな、で誰呼ぶんだよって話になって、そうでなんかいろいろ11月末とかにライブとかが見る機会があったので、その場で、はいはい、もうハンティングですよ、ちょっとやってみない、うんうんうん、とかね、はいはいはい、でもともと安売りの2人は2人ともベースを弾いたり、はい、トラックの俺アレンジの手伝いしたりとかミックスしたりで関わっていたのもあったので、うん、でちょっと2人とも関西で活動してたのが今年から関東に移動して、うんうんうん、またすごいタイミングだよね、そうなの、このねコロナの中で来たんですけど、うん、まあ活動もできないからってところで今は活動してなかったんですけど、うん、そのきっかけとなればなと思って声をかけて快く引き受けていただきまして、うん、シンガーソングライターもやってるしバンドもやってるんですけど、うん、タイナカショウ君っていう、うん、そうシンガーとあとはゆうたくんですね、はいはい、亀山ゆうたくん、亀山さん、たいなかくんは本当に挨拶しかしたことなくて、そうこっち勝手にもう頼むからっつってまた急なんですけど決まったからって言ってもう、ね、声かけてきたっつっていいよって言ってくれたからって、うん、でまあ多分文雄さんがね、うん、ハンティングしてるし大丈夫だろうなと思って、うん、ねもう信頼して、うん、一応まあね全員の声のバランスを考えた上で、まあ、ベストバランスだったかなと思って、実際の曲を聴いてもらうと分かるんですけど割と誰の声かもう分からないぐらい混ざりが良くて、うんうん、もう最後の方を違う声が聞こえてきちゃって、うん、なんか少年の声とかなんか猫の声聞こえるなとか言いながらこうやってて、うん、大丈夫ですかなんか違うものが見えてたんですけど、うん、なんか子供の声が聞こえるとかこう言いながら一人で朝あなんか猫が鳴いてるうんとか言いながらやってたんですけど、混ざりがすごく良くて、うんうんうん、でもよくねヘッドホンで聞くとね、うん、大体分かるんですよ誰か誰かって、あ分かる分かる、みんな声質が微妙にこう違うので、うん、いい塩梅で仕上がったんで本当この場を借りてご協力ありがとうございます、本当にねありがとう、これもね結構ギリギリだったんですよ、はい、10月12月の頭ぐらいにまずやりますよって話でやりますよって言ってで声かけてきたからっていうので始まって、うん、で12月の2週目ぐらいからもう撮りますからって言って、うん、本当ですいろいろ順番は亀山裕太君が先に撮ったんですけど、はい、一番大変だったと思います、ごめんなさい、あそうだよね01のところね、そう何もない自分の機械的なコーラスから音を取ってもらって、うん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 、その場で反復してレコーディングしていくっていう、うんうん、またね量が多いんですよ自分の考えたコーラスが、だいぶでしたよね、総勢50トラック近くなってるので、うんうんうん、全員のトラックで、はいはい、またやりやがったなって感じでだから私は今回コーラスに入ってないね、自分のコーラスね、うっすら入ってますうっすら入ってるうっすらうっすら入ってます、もともとはサビも全部マナブさんが一人で歌ってそうそうそう、でっていうか、そうそうそう、一通り自分が歌って撮ってるんですよ、おそこはやっぱりマナブとフミオサウンドということで、はい、やっぱ洋楽インスパイアなんですよだからね、うん、もうねいろんなエッセンスを入れたっていうことで、ね、うん、いろんなエッセンスです、ね、曲かなとか思いながらみんな聴いてもらえるといいかなと思って、もともとそういう風になることを想定して歌ってたんで、うん、こっちはいい意味で気が楽だったんですよ、ね、あそうですね、歌うとこ少ないですもんね、フォーカスがそっちにだいぶいてくれるだろうなっていうのがあってで実際出来上がったコーラスを聞いて、ああよかったよかったって本当思いましたよね、うん、とうかうかしてたところにフェイク、うん、そうフェイク撮るから、そうだから結局そういうことになるんだろうなと思っていたわけですよ、もともとのハッピーバースデーは、うん、コーラスも全部自分がやってて、うん、
でそんなにね、うん、厚く張ってないんですよね、うん、ここまで重厚な感じにはしなくて、まあ言っちゃえば淡々としてたって、ね、そうだね、うん、曲だったんでフェイクとかも特になかったわけですよ、うん、だけどこれだけこう、周りが重厚なものになってくると、うん、なんかやんないともう収まりにならないぐらいの、そうなんですよね、うん、あれになってきたと、あ、これはもうそういうのやれっていうことなんだろうなと思って最初望んだんですけど、はい、やっぱりね、こう把握力、咀嚼力っていうのもまだその時はなくて、一、うんうん、回挫折したんですよね。そう、一回とだけ撮ってみようって撮って、うん、なんか面白いトーク集みたいになっちゃう、うん、そうそう事故ってたよね。そう、だいぶ事故だったんですよ。でその反省を踏まえて、何回も聞いたはずのハッピーバースデーをまたいっぱい聞いたんですよね、うん、どういう風にしよう、どういう風に、ただ家の中でそんなに歌えるわけでもないから、うん、こんな感じだろうなと思って、いや、スタジオに行ったら試せるしと思って行ったんですよ、うんうん、それがあれです。割とね、すんなり終わったよね。そうそうそう、あ、こういう感じで、ね、掛け合いっぽくなったらいいなと思って、うん、トラック分けて撮ったりとかもしたので、うん、よかったかな。割と撮り直ししてないんだよね。そう、奇跡の一本みたいな。いや、何テイクか撮ってて、そこから奇跡なものを選んでもらってるっていうのもあるけど、でもそんなに何度も撮ってないので、撮ってない、30分もかかってないんで、話が早いと思って、そう、頭の中にやっぱりイメージがあると早いんだなっていうのはすごい思いましたね。いきなりフェイクやれって言って「うんうん、ヘイ」とか「イエイ」とかしか言えなかったあるある。そうなんで、やっぱこういう感じだろうなっていうのを思い描くのって思い描かないでいくのは全然違うなっていうのは思いました、はい、ね、なんせその楽曲がもう絶対良くなるの分かってるんで、ここで下手打てないなっていう ねプレッシャーがすごかったですよ。もともと淡々としてるけど、フェイクが入ったことでかなりエモーショナルな曲になったね、はい、あれは祈りなんで、うん、いや、そうでした、そうなんです、学ぶと不明の曲は基本的に祈りなんですよね、祈り、学ぶさんのはい、祈りだよ、祈りだよ届いてる届いてます、ごめん、また呪詛が飛んでるのでちょっと気をつけてください画面の前の皆さん、ちょっと押しを振ってください、ね、はい、そういうつもりだったんです。あの曲は幸せな曲じゃないですか。そう、これ、未来予想図なんですよね。未来予想図、こうなりたいなっていう、そう、なりたい自分を描くって大事なことなので、急にスピリチュアルみたいになってるけど、そうこれはね、やっぱりそういう曲なので、いや本当に願いました、いろいろなものを願って、いろんなものの自分の幸せを願いました。そうですね、幸せが待ってますから、うん、ね、まあでもいろんな人の顔がやっぱ浮かんだりもしたので、うん、みんな幸せになってねって思いながら、いや、ね、これ歌詞はね、僕らじゃないんです、この曲さ、唯一、はい、本当に外部の方で、唯一この3曲の中は別の方が書いていて、いや、もうこの曲歌詞も若干変わってるんですけど、最初とは。そうなんですよね、うん、ニュアンスっていうか、だいぶちょいちょい変わってて、ちょっと変わって間違ったまま歌、その前のまま歌ってたりとか、 そう、それを指摘されました、私。まあ完成形は素晴らしい、本当にいい歌詞になってて、うん、このこうね、これウェディングソングになるよね。ウェディングソングにもなる、なるでしょ、まあなるか、うん、なるなる、質問があったんですけど、うん、要は始まりって意味ですか、ね、始まり、誕生日、愛が生まれた日っていう意味でのハッピーバースデー、愛っていうのはもう本当、うん、恋人でもあるし、自分の息子だったり娘だったり、うん、はい、隣人だったり、いろんな人だよ、はい、なので、うん、そういった、まあ、いろんな愛ですよね、いろんな愛、うん、について私が歌うわけですよ。そう、若干締めっぽくはなるんですけどいや、すごい爽やかに歌ってないですか。でもこの曲に関しては全然それが出てなくて、はい、もう多分祈り、祈りです、こうなりたい、幸せになりたいという祈りが、スピリチュアルソング急にうさんくさくなっちゃうからねいや、もうちょっとかけてみましょう、せっかくなんでね。それでね、こうね、はい、これもね、やっぱね、この曲に関しては本当、そう、リリックビデオは今回は、うん、
もともとリリックビデオはねそんなに映像には凝らないはずなんですけど、はい、なんかやっぱりストーリー性がここまで 1ファーストシングルセカンドシングルで来たのに、はい、やっぱ最終的な3枚目なんか持たせたいと、うんうん、ということでストーリー性が実は裏にあるんですこれも。どういうストーリーですか。前回のハンズでは東中野方面に曲がってしまったんですね、はい、この男性は、はい、タクシーか、まあ、分かんないですけど、はい、で、まあ、朝を迎えたんですよ東中野方面方面でね、東中野とか中野方面で、はい、これもねちょうど朝撮影しました。これも朝なんだ。はい、朝撮影しました。まあでも朝っぽいよね。大変でした。屋上行って、また屋上です。屋上で一人でこう、あ、これね、はい、まず安売りの国安くん、ね、ですね、はい、最初に出てきます。はいはい。あ、これ私じゃないですか。まあ、そうですね、あのね。あの、これ本当にこんな首振ってレコーディングしてるわけじゃないんですけど。まだマイク低いんで。おかしいだろうと。これあの安売りのウリくんですね。はいはいはい、はい、いやもうほんと皆さん真面目でちゃんと聞いてちゃんと反映してくれて、いや本当ですよね、びっくりします。ちゃんと把握してっていうか、はい、突然中野に来ました。もう夜です、中野です。、はい、どんだけ徘徊してるんで、うん、ね、中央線じゃないですか。中央線ですよ、うん、これも一人で撮りました。はい、ね、これどこ行きなんですか。これね、高尾行きです。高尾、ね、高尾行きですね、やっぱり高尾行き乗らなきゃっていう、はいはいはい、この男性は思ったんですよ。やっぱりね、中野で朝を迎えたんですけれども、はい、角沸かされて新宿でこう、はい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 、いろいろ思いをありながらも中野でちょっと一夜明けしてしまって、はいはいはい、これは田中翔くん、あね、田中翔くん本当になんかここまたちゃんと挨拶しないと、なんかもう初めてこういうことやりました、嬉し楽しかったですって言ってくれて本当ありがとう。なんかあった時に手伝いますよ。そう、皆さんこれ亀山優太ですね、亀山さん、はい、トップバッター本当ごめんなさい、はい、一番負担をかけました。そうなんですよ、だからねストーリーあるでしょちゃんと。はい、でその人はどこに向かうんですか。で、まあちょっとね、はい、いろいろ考え、夜に中央線に飛び乗ってどこに行ったかは分かりませんけれども、うん、西に向かったんですよね。西に向かって行ったんでしょうね。西に、はい、ああね、そうなんですね。そう、はあ、なんかしんみりしちゃったね。なんでだろうね、分からない。あの幸せな歌なの、はあ、架空の物語を話してるんですけど。おかしいな。だからね、本当に会いたい人はこの中央線の先にいるんだぞっていう、ああそういうことで、三部作だ。すごいね。すごいでしょ。すごいね。すごい裏テーマ、裏ストーリー。幸せが待ってるんだ。そうなんですよ。その先にね。そうなんですよ。歌ってる本人がえそうなのっていう。そう。だからそういうのをね、皆さんこう思い浮かべながら聞いていただくと楽しめると思うんで。いやでも本当そうね、いいまとまりですよね。そうですよ。2020年ね、聞いてくださいよこのみんなの大合唱、うん、ね、だからよくだからここら辺とか、うん、本当にあのその場で思いついたのをやってるんで、そうですね、これも、うん、もうここでもう16人ぐらいで合唱するとこがあってもう大変なことになってるんです、はい、そうですよね。いや本当に、うん、これもね私が撮影しまして、これちょっとこれね、これすごいかっこいいなと思ったんです私、あなたですよ。そうそうそう、これ、ね、いいよね。これ最後やっぱりね、はい、笑顔が皆さん終わった後の笑顔がね、これどういう皆さん終わった終わったの笑顔なのか、はいはいはい、あやっと終わった、やり遂げたっていうことじゃないですか、ね、楽しかったっていう笑顔だと思いたいです。やっと終わったよって、はい、本当皆さんね笑顔でね、はい、ありがとうございます本当ね。そう、ウリックも笑顔でこう、うん、もう早く出ようって。うここで最後で、ね、これね本当見ものです。ほらこの幸せそうな顔。これは本当にあの なんでこんな笑ってたのか終わったっていう、ね、終わったっていうことですかね。そう、いや本当にねいい曲になりましたよ。この顔が私の未来、そうですよ、ですよね。これを思い浮かべながら、はい、2021年を生きていこうと思います。もう今年はもうしょうがない、来年、うん、
来年これからです。そうです、これでもう一つね、あの閉まったんで私たちもね、そうですね、2020年 I found you であれね、質問が来ました、あれなんて言ってんのあの英語って、聞き取れないかと思ってあの和製英語なんで I found you って言ってるんですよ、 I found you って言ってるんですけど、ね、君を見つけたよってヒャ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 で、中央線乗ってる男がいるんですよそういうストーリーがあったんだなみたいなものも感じていただきながら、次はどういうビデオが来るんでしょうね、なんかいきなり爆発とかねああ、そうなんですよ、とりあえずここでシングル3部作が終わったと思ったら大間違い、ね、大間違いね、またもしかしたらいろんな展開が、はい、あるかもしれない。今ねこうやりたいこと言っとけばね叶うので、はい、まずやりたいのはなんか一人の、一人の人を二人取り合う映像とか、はい、それは何、僕が取り合われるんですか、あどっちがいいかな、それだね、それどの曲でやるの、え新曲をあなるほどね、新曲作ろうかなみたいな、あいいかもしれない、たまにはモテる主人公にしてほしい、でも数年後に、はい、その取り合った2人が仲良くなって、はい、車を爆破するっていう BV を撮りたい、それってブランディーですブランディモニカですか、ブランディモニカの、ね、ボーイズマインであんな取り合ってたのにいきなり仲良くなって、はい、車爆破っていう、それすごくないあのコストがすごそうですから、ね、でも CG、 あ CG でね、 CG、 CG、 あいいですね、 CG アーティスト募集中ですちょっと僕はできないんでそれ、逆にあれですよね、実験台に使ってもらってもいいですよね、えその人のスキルの、えどういうこと、いや PV を通して、あそういうこと、はい、まだその取り合うそう、そうすごい、すごいね、あのやったらいいんじゃないですか、ボーイズマイン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 、ガールイズマイン、バーそこボーイズマイン、うん、でしたねあの曲、なんであのそうボーイズマイン、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 で誰か呼んでこなきゃいけないの、そうですね、またじゃあ2人ぐらいボーカリスト呼んできあの一緒に歌ってくれる人募集しますここまでここまでテロップ出ないけどね、出ないここまで、そうなんですよ、だからあのとりあえずここでね、まあ、一区切りということで、うん、次はどうなるかって、一応どうする、どこまで話すの、行っちゃいますか、行っちゃいましょうよ、また戻れなくしようよじゃあはい、じゃあ今予定してるのは、はい、このシングル3曲の MV を撮ろう、はい撮ります、今まであくまでもリリックビデオなので、 その先がないとあれなんです、アリアナになれないんですよ、あそういうことね、そういうことちゃんとあの本編がないと、まあほらリリックビデオ、あくまでリリックビデオで歌詞を飲んでもらうもので、はいはい、ちょっとハッピーバースはちょっとね歌ってる映像とかロケをしちゃったのでそれっぽいんですけど、これはあくまでもリリックビデオで、ひょっとしたらまた同じ出演者で何かやるかもしれないし、やるかもしれないし、改めてちょっとどなたかに声かけて出演してもらうかもしれないけど、ちゃんと MV を撮ろうと、はい MV 撮ります、形にして、うん、MV 撮るんで、まあ、ちょっとこれはねやっぱ撮影はちょっとまた時間かかるものなので、はい、まあぼちぼちですね、ぼちぼち少しずつ来年入ったら考えていこうかなと思ってる先に、はい、今まで私たちね8曲ぐらいの形になってないものを含めると10曲ぐらいはあるんですけど、はい、それをねちょっと本当に形にしようと、はい、まずアルバムを、はい、もちろんこの今回の3曲も含めて、はい、一つの形にして、はい、世に放とうと、放っちゃうよ、今までライブとかでねやってきているので、うんうん、そうですね、やってきているので、うん、それをねまとめるということになるんですけど、うん、今って結構さサブスクの時代で、うん、こう切っていったシングルを最終的にまとめてアルバムで出すパターンもあるんですか、ベストアルバムみたいですね、いきなり、うん、まあ それはそれでいいんですけど、私たちの場合は、うん、一曲一曲切るよりかはもうそこの時この時点でもうアルバムにしちゃいたいっていう、今この時代にアルバムっていうのがいいかなと思う、はい、そう逆に、うん、アルバムとして聴いてもらって、うん、ああどの曲もシングルクオリティですねって言ってもらえた方がいいかな、うん、やっぱりあの昔の洋楽とかを聴いてるとやっぱコンセプチュアルなアルバムってやっぱりやりたいところなんですよね、はいはい、そうなんですよ、無駄にインタールードとか入れたりね、20曲
と思ったらインタールード10曲とか、そうそう10曲みたいなのとかそうそうそう、例えば私がね、かどわかされてっていうだけでもインタールードだったりするわけですよ。かどわかされてこうみたいなそうガーピカ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 って曲が始まったりするって、それジャネット・ジャクソンそうなんですよ。そういうのやりたいよね。そういうのやりたいよ。ギミアビーとかそう、それだけでインタールード4秒みたいなそうそうそうどこがインタールードだったのっていうようなことをやりましょうよ。そう、コンセプチュアルなやつをね。だからそういう風にしちゃうと、逆にそのまあサブスクに向いてるのか向いてないかって、今の要はサブスクっていうのを媒体置いといての、今の聞かれ方としてどうなのかなっていう風に思うんですが、まあ、なんならもう全部つなげてもいいぐらい。そう、1曲のアルバム1トラック49分みたいなプリンス方式。あ、いいね。あれだよね、ソランジュのアルバムも似たようなもんだ。あ、そうそうそう、あれ曲名ついてるけどどこまでが1曲なのか分かんないみたいな。どこまで飛ばせばいいのみたいな。そうそう、こうやって飛ばして、あ、行き過ぎたみたいな。そうそう、なんかそのただ昔の音楽の同型をやるのではなくて、どこかにこうね、そう、やっぱ今楽曲単一のものがやっぱりどうしてもリリースがしてって、バラバラなので。そうです、まあ、それはそれで今の時代に合ってるんだと思うんですよね、はい、ただやりたいことはそこじゃないから、もうちょっとコンセプチュアルというかなことで自分たちをまとめたいっていうことで。そうなんです。まあ人によってその時代錯誤だと思われてももうそんなのいいんです、関係ないですよ。だって、ね、関係ないです。今ニュージャックスイングやってる人なんてそういないから。いないですそうそう、やりたいことをやれるのはこういうやり方だからっていうのがあって、そこはやっぱり自由にできるのは強みなので、うん、はい、あといろいろやっぱり思うんですけど、今って結構こう雰囲気で持ってく楽曲も多いと思うんですね、用法問わず、はいはい、そこに逃げてないのもね、歌い手としてはね苦しいんですよもう全然ごまかせないんで、でアルバムかけたらそういう曲いっぱい入ってるでしょそう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 雰囲気もんじゃねえかみたいな、あはえー、って言ってるのがいいんですけどそれ誰の真似なの、えー、はバリアルですけど雰囲気に入れない、まあもちろんその歌唱力があってこその上でやってるのは分かってるんですけど、そこはね、マナブとフミヨに関しては今のところ全く逃げ場がない。全くないね。ちゃんと歌い切らないと許してもらえないんですよね。こっちも本気で音を作らないと、はい、もちろん今の3曲は自分で振り返ると、まあ荒削りだよねっていうところはあるけども、いやなんかね、もう今その時旬なもので出した方がいいと思ってて、そうですね、たとえなんかちょっとあろうとも、はいはい、荒いとこあるなとか煮詰めすぎちゃうっていうのも良くないのかなっていう、だからこのなんか走り抜けた3ヶ月はいい3ヶ月でした。最良の結果っていうか最良の結果は間違いなく残したと思います、うん、私も本当にね、もちろんそれは歌でもそうですよ、はい、もうちょっとああいう風に歌っときゃよかったとか、ね、常々ありますけど、その時の自分たちのできる限りで、自分のできることをやっての結果なので、こんなおっさんがここまでやるのかって話ですよいやハッピーバースデー、今日実は収録なので、昨日リリースしてるんですよ、はい、今日26日なんで、はい、今ですね、もう249回ですね、この新人おじさんアーティストとしては随分誰も知らないこのマナブとフミヨの2人を。本当ですよ、ありがとうございます。本当になんか何度も聞きましたとかね、 LINE で連絡もらったりとか。あ、そんなに。そうね、だからとりあえず3曲リリースしきったぞっていうところで、はい、あとやっぱたくさんの人に聴いてもらうためにね。そうですね、皆さんの力が必要です。うん、どうやって宣伝したらいいかね。まあでもね、もうこれはもう世に放ってしまったので、あとはもう勝手に広がってくださいってことしかね、はい、言いようがないんですよね。そうですよね。あとはね、もう本当あれですよ、そのさっき言ったように MV だったり、そうですね、やっぱこういう今ちょっと世の中なので、なんか制作の方で何かできることで、そう、ね、MV 自分も楽しみです、どんなものになるか、ね、これ毎月土佐回りでこうね、今売り歩くとかできないから。そうですね、ライブもできないんで基本的には、ライブ皆さんの前で歌うのが一番いいんでしょうけど、はい、なので乞うご期待いただければっていうふうに、はい、思います。
まあ、ちょっとねもう年末年始を挟んでしまうので、まあ、ちょっとね、うん、お休みですけどその間皆さん聞いてくれればなと、うん、あのゆっくり休める人も多いと思うんです、まあ、そうせざるを得ない方もいたりとか、うん、あのすると思うんですけど、あのこういうゆっくりできる時間に私たちの曲をね、はい、そうですね、だから改めて、うん、あの3部作を通しで見てみてください。ストーリー性を含んでね、そういうストーリーということなので、あのぜひあとはね、あのどんどんこう願いの祈りにこうかな変わっていく感じ、ちょっとしたゴスペルですもんね。ここまでいっちゃうとゴスペラーズ会を、そうだね、そうだね、祈りがね、うん、私の未来が幸せが待っている、待ってる、そう幸せが待ってるってあれもね突然のアイディアだったんです。あのほら言ってるじゃないですか、幸せが、あーあれね、あのよく聞くと幸せが待っているなんか聞こえんなみたいなね。なんでそこら辺もね、うん、あのやっぱかなりこうこだわって録音してる部分、うん、録音したりミックスしたりっていうところがあるんで、うん、そういう聞き方ってもできる、うんうん、どの曲もできると思うんです。なんでぜひ聞いて、そこら辺もね細かく聞いて、気がついたら1日10回聞いてたみたいなね、うん、そんな感じで聞いてくれたら嬉しいです。あの曲最後本当コーラスも幸せが待っているって言った後にマダブさんが幸せが待ってるって言って、さらに幸せが待ってるって一人で歌ってて、はい、かさみ畳みかけるぐらいこう祈りがスピリチュアル歌謡まだちょっと変な方に行っちゃったんですけど、うん、そうそうね、で、あのぜひあのまあ1曲目の門沸かされてトゥナイト、2曲目のハンズ、3曲目のハッピーバースデーテーマでね、うまいことこう展開してるんで、うん、ぜひあの聞いて楽しんでください、はい、うん、でその後の展開ね、先ほどもさらっとお伝えはしますけど、はい、MV とあとはそのアルバムですね、うん、タイトルまで一応決めてんだもんね、そうもうね、タイトルはね決まってるし、うん、はい、ジャケットコンセプトとか、うんうん、そういうのも決まってます、割とね決まってるんです、割と決まってるんですよ、はい、なのでその時のね皆さんの反応がまた楽しみですね、うん、本当にもうねなんか小出し小出しにしないので、はい、突然出てくるので気をつけてください、はい、気をつけてくださいね、愛好家の方々はあってなそうなんですよね、うんうん、なんでほらいろんなエッセンスをこう、うん、取り入れながらも、うん、自分たちのものにこうなっていくっていう、うん、にしていくじゃないですか、はいはい、それもね R&B、うん、ブラックミュージックの歴史はそうやって繰り返されてきてるので、はい、私たちは歌謡曲演歌とか言いながらも結局フォーマットはそこなのかなっていう気がすごくしているので、そう、あの新しいものを生み出してるつもりでも、うん、結局何かなんですよ、まあそうなんですね、うん、なんで俺がオリジナルとかよく向こうのラップ、まあ日本人でもそういうことを唱える方いますけど、結局その人がやればオリジナルだと思う。そうですよ、うんうん、必ずやその人のエッセンスっていうのは色濃く反映されちゃうんでね、はい、いずれそうやってるうちに例えば R. ケリーみたいにの出たてのこの12プレイ、最初ガチガチのテディ・ライリーフォロワーだったのがいきなりね、うん、ダウンロービートみたいなんでね、うんうん、そのダウンロービートの質素になったわけじゃないですか、はいはい、今一瞬R. ケリーに捕まるって話になるかと思ってドキドキしたんですけど、よかったいい話で、そうあの何かが生まれる時って何かその、うん、いろいろなものを重ねた結果だと思うので、そうだね、そう、私たちも気がついたら何か、うん、そのマナフミビートみたいなのができてるかもしれない。マナフミビート君はビーそうそんなことをやってるうちにそういう風になる可能性だってあるんで、それは楽しみですよね、うん、うん、なのでね、今後も皆さんいろんな人を巻き込んで、はい、大事故を起こしていきたいと思います。本当ね、事故を起こすんで、はい、皆さん覚悟しておいてくださいね誰に向かって言ってんのこれ。カメラ、カメラ向か、カメラの向こうのあなたです、はい、そうやって今ねうーんなんて言って見てるあなたかもしれないんで怖いねこれ、はい、私のとこ来ないっていうなんか連絡も来そうだねLINE がね送られてきて LINE がね私のことって、はい、
あの楽しみに、ね、していていただければと思います、はい、どうします、もうそろそろ締める、はい、もうじゃあ2022、うん、2020年です、はい、2020年マーブとフミオデビュー記念、ね、デビュー記念のだってさ、デビューしなきゃ何も話すことないじゃん。そうだよね、ただ飲んだくれてるだけだもんね、これ。とりあえず今年何もしなかったねみたいな。とりあえず乾杯みたいな ねなっちゃうけど、なんですが、まさかのね、本当にあの皆さんありがとうございます、はい、本当ありがとうございます、本当ありがとうございます、なんであのありがとう、さらに聞いてください、さらに聞いて2021年もよろしくお願いします。お願いします。本当に楽しみにしててくださいね。はい、結構ね、もう笑かしに行くじゃないですけど。なんかあのね、センセーショナルなね。結構ね。驚きを皆さん。そうきたか。そうそう、みたいなことをやるんじゃないですかね。このまま行くと。はい。はい、ぜひお楽しみに。お楽しみに。ということで、じゃあね、はい、皆さんも良いお年を、良いお年をという、もうそんな時期ですね、良いお年を、はい、そしてハッピーニューイヤーの人もいるかもしれない、ね、これ初めて見るのがね、はい、まあ、あと10年後に見る人もいるかもしれない、そうですよ、何を言ってんだこいつらみたいなバカじゃねえのってハッピーニューイヤー、はい、っていうことにしましょう、はい、ね、ではまた